積む、やっぱ、今はね、エラー起きてて、で、何が起きてるか、まあ、一回、もう一回プレイしますか。プレイすると、エラーが出るんすよ。エラーが。で、そうすると、何が起こるかっていうと、例えばこのミッション、ボム8個、ミッションクリアしてもクリアしたことにならないし、ならないし、しかも、コインも増えない。っていう現象が、今起きてます。あ、やべえ。やばいやばいやばい。まあまあ、まあどうせエラーで落ちるからいいんだけどさ。やっぱね、エラーでコインが減っちゃうんすよね。で、アイテム使ってる人アイテムも減っちゃうんで、使えば使うだけ、やっちゃいますよ、これ。絶対に。コイン減ってアイテムも減るんで。多分これ、これはさすがにお詫び案件やと思う。けど、こういう時のお詫びってさ、まあ、大体ハートしか送られないんすよね。でもこれ実際さ、コインとかアイテムも消費してるんで、まあ、コイン補填とかあってもいいと思うんですけど、うん、っていう状況っすね、今。今ちょっともう一回検証中なんですけど、つむつむ開けない。ちょっと皆さん今一度ちょっとコメントしておいてください。これ今動画撮ってるんで、そのまま動画投稿しようかなと思います。ログインできない人もいるんだ。でもハート5個ぐらいしか多分もらえないんだろうな、きっと。こうシンデレラやっといてさ、次の日、修正終わってからさ、やってもあれかな。復帰できないかな。皆さん問い合わせで送りつけましょう、運営さんに。これマジカルチケット減るのも確認してみる？あ、無理だな。まあ、無理だ。やっても意味ないから。問い合わせでね、運営さんに問い合わせしましょう。これ、まあ、お詫びやってると思うんだけど、あ、これ落ちるな。これだわ。これだよな。マジでこれなんだよな。っていう不具合があるんで。で、これ、見ると、コイン減ってるんすよ。2300コインか。減って、ハートも減って、スコアだけしか反映されなくて、で、ミッションのみ、クリアみたいな。あ、ミッションがクリアできなくて、スコアだけ反映されてるみたいな。そんな感じなんで。ちょっと皆さん、お気をつけください。